グアイン、シルバ、行かせて裏を狙う。このパス抜けてきます。旗は上がっていません。いや抜けてきましたね。さあジョレンテと、ボールは、このボールはクリアです。まだありますよ。シャキリ、アンドレア・ユー、カットです。アンドレア・ユーからのスルーパスは通りませんでした。なかなかいい形が作れないですね。このパス越えるか、イグアイン。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。ロングボールでうまくラインの裏を狙ってきましたね、はい、なかなかあの距離を通すのは難しいと思うんですけど、よく見えてましたね、そうですね。15分が経過、前半です。カバイエ、シャキリ、パーカー、マノラス、もう一度中央、フラギエリ、エリゼウ、アンドレア・ユー、ジョレンテ、ここは読んでいました。マノラス、フラギエリ、エリゼウ、フラギエリ、カバイエ、シャキリ、エリゼウ、縦へのボール、ここでのパスは危ない。モドリッチ、ジョレンテ、さあカウンターを仕掛けます。自分で行く、打ち抜けるか、ジョレンテ、ゴー。ここで先制。シュートまでのドリブル見事でした。シュートの技術もそうですけど、ドリブルでしっかり突破していくっていうところが素晴らしいですよね。そうですね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。このまま一気にいってほしいですよね。シュート、これはクリアします。もう30分を回ったところです。1対0でリード。アンドレア・ユー、フィジカル強いですね。ジョレンテ、今日は得点を挙げています。ジョレンテからシルバー、長いボール裏へ落とす、シルバー、ゴー、追加点決めます。これで2点差。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。そうですね、まあ、シュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、はい、ここが全てだったと思いますね。そうですね、着実に得点を重ねていきます。2対0、もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど、パーカー、シャキリ、ウワスチコフスキ、このパス越えるか、もう40分です。イグアイン、ジョレンテに渡る、ジョレンテからイグアイン、
イグアイン裏に味方を走らせる。ここも固い守りでボールを奪います。シャキリ行かせて裏を狙う。どうする。ボールはここで受ける。いい形ですよ。いやもう中4人いますね。シュート。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。いやこの2点目は驚きましたね、残り時間ほとんどありませんでしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。まあ貪欲にゴールを狙った結果ですけど、こういう姿勢が非常に重要ですよね。この後も全く展開が予想できないままセカンドハーフに突入していきます。2対0とリードして後半を迎えます。さあ後半スタートです。ウワスチコフスキ、カバイエ、ブラギエリ、バレンシア、マノラス、ウワスチコフスキ。ああ今もいい守備ですよ。ボールを離しません。抜けてくる。厳しいチェックです。いいパス出ましたね。さあサイドのスペースへ。ウワスチコフスキ、これは合いません。シルバックからイグアイン、縦を使います。ここもしっかりディフェンスしました。長いボールを振ります。さあここでカウンター。さあ右へ預けて、また中央へ。モドリッチからジョレンテ、味方を走らせる。抜けてくる。まだありますよ。やはり守備の意識が高いですね。ペレス惜しかったですね。今のが繋がっていれば決定的なシーンでしたよね。ゲッツ、コンパニー、イグアイン、さあジョレンテ、2点のリードで優位に試合を運んでいます。さあイグアイン、ここはクリアします。ケディラ、イバノビッチ、ファンフラ、イバノビッチ。後半20分を経過しました。コンパニー、イグアイン、これ来ましたね。サイドのスペースを使います。ゲッツェのボール抜けてくる。スルーパス、イグアインに渡る。ジョレンテ、ゴール。これで点差は3点です。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。ボールをもらうまでの駆け引きが非常にうまかったと思いますね。今日2点目のゴールです。3対0と順調にリード。さらにかわします。まだ危ないですよこれ。ペレス、ウワスチコフスキ、長いボール裏へ落とす。
ブワシチコフスキーがこうゴール前でボールを持っているときはいろんな選択肢がありますからね、うん、はい、ディフェンダー迷いますよね。そうですね。後半31分です。ブラギエリ、バレンシア、マノラス、ブワシチコフスキー、ヘレス、ブワスチコフスキ、カバイエ、マノラス、パーカー、ブワスチコフスキ、ペレス、裏を狙う、どうする、うん、ギリギリのところ抜けてきましたね。裏のスペースに置きに行く、シルバ、いい形ですね。自分で行く、残り5分を切っています。ラカゼトから右へ、コンパニー、イバノビッチ、モドリッチ、シルバ、ここは時間を使います。ボールが落ち着きません。コンパニー、ゲッツェ、イグアイン、ジョレンテからイグアイン、このパス超えるか、これはつながりませんでした。ここで笛です。3対0、圧倒的な強さで勝利しました。さあ、奈々美さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。完勝と言ってもいいんじゃないでしょうかね。